皆様こんにちは。浜田庄司記念益子参考館館長の浜田智夫と申します。これから益子参考館を紹介していきます。この益子参考館はですね、私の祖父の浜田庄司が1978年に開館した美術館であります。名前の元になっていますこの参考という字、ここに看板がありますが、この益子参考館の看板は浜田庄司の直筆の字を元に看板にしておりますが、参考館というふうな名前にしたのは、浜田庄司が自作のために参考にした品々がたくさんあるということで、その品々は後世の皆様にもぜひ参考にしていただきたいと、そのような思いで、この美術館とか民芸館という名前ではなくて、参考館というふうになっています。庄司はですね、自宅それから工房窯なども公開して、さらにこの長屋門というスタイルの北関東の大きな門なんですが、これも展示棟として新たに作りまして、その中にですね、自作品それから日本各国世界各地の手仕事の工芸品や民芸品、その他さまざまな知り合いの芸術家たちなどの収集品を展示しております。住まい、それから浜田庄司が生活してきた雰囲気、そして浜田庄司の思想などがそのまま今に生かされているような感じの展示を続けていております。現在はですね、コロナウイルスの感染症の対策などの問題で休館中でありますので、随時館内の紹介をこれからしていこうと思っております。よろしくお願いします。